だ。何もかもが終わった。お兄ちゃん。何、この声は我が最愛の妹ナタネの声。ナタネ、お兄ちゃん。ナタネ、どうしてここに。お兄ちゃんに会いにだよ。パパとママに内緒で飛び出してきちゃったの。一人で来たのか。大変だったろ。大変だったよ。トラックの荷台に忍び込んだら北海道に行っちゃってね。今度はフェリーに忍び込んだんだけど、それがロシア行きでね。ロシアでいろいろとやっていたらイタリアに着いてね。飛行機に忍び込んだらブラジルに行っちゃって、本当に大変だったんだよ。ナタネ、頑張ったな。これぞまさしく兄を訪ねて三千里だな。三千里以上旅してるような。よくここに来られたというか、戻って来られたわね。お兄ちゃんに会いたい気持ちがナタネを導いてくれたんだよ。日本の裏側に。Just stop!